こんにちは、あみずの時間です。前回これ7までやりまして、でこれだけの、編み記号が書けました。で今日はですね、これを図形登録というのをしたいと思いますね。ここのツールバーの左の下の方、これ図形と図等とありますよね。これ図形登録の略称、これ図形登録で、これをこれ選んで、これを図形登録にしますと、そうするとこの一つ一つのパーツを登録できるんですね。これ今これ図形をちょっと選んでみますね。見てみますね。図形と見まして、これちょっと今ね、これね、こうなってるんですよ。 DAWW というファイルの中のここずっとこうね、ありますでしょうね。ここにちょっと見ます、見てみますね。これ図形1、建築1、これ建築のお風呂とか、これ台所とか、こう基本的なものが全部こう入ってるんですね。これこういうふうにすごいたくさんの図形が入ってるんですよ。あ、このところに草に入ってる入ってるんですよ。これ設備、これトイレ、これもトイレも全部入ってるんですよ。トイレとか洗面台とか、それから電気。これはね、最初からこの JWCAD は建築の建築図面を書く CAD ですから、これも最初からね、こんな親切な、これ無料って本当信じられないんですけど、これ無料なんですよね。この JWCAD インストール無料で、この中に図形登録するんですよ。それで今ね、これちょっと選んでみます、ね、これ私がね、自分の作業用に登録してあったものなんですけど、これ円を描く場合のこのシートね、これが往復紙とかの平面を描く場合のシート。とにかくこれちょっとやってみたっていうかな、ここで作ってみたものなんですけど、今日は皆さんと一緒にこの図形登録してみたいと思いますね。まずこの、これ鎖編みですよね。で鎖編みにと、これ、引き抜き編み2つ、これ小さい引き抜き編みと、この鎖編みと同じサイズの引き抜き編み、それからこれが細編み、細編みの2目、3目、これが長編み、長めの2目、3目編み入れるね。これもまっすぐな時の2目編み入れる、3目編み入れる、これが、2目1度、3目1度これ作りましたよね、これ皆さん。でこちらが鎖を円輪にする、鎖を輪にする6目、8目、8目、細編みを輪の中に細編みを6目、これ角度違うんですよね。これ頭がこう、これ角度違うでしょ。ここに細編みあって、ここに細編みで、これが円の、これ全部基本ですから、これを呼び出せばいいように作ったんですよね。ですからこれを全部図形登録するんですよ。でその図形登録するんですけども、それをどういうふうにこう分けるかっていうのはそれぞれ皆さんがやっていただきたいんだけど、この鎖編みのカテゴリー、鎖編みの引き出しなら鎖編みの引き出し、細編みの引き出しなら細編みの引き出しで、どちらにしてもね、この呼び出してここに持ってきて作業するんですよね。一つをこう全部、建築みたいにトイレ3つも4つもあまりないから、一つをポンと持ってきてポンって置くっていう、そういう風に使い方じゃなくって、細編み一つだけ持ってくればいいってわけでもないんですよね。ですから、まあそれ全部複写すればいいんですけども、まあできたらこういうせっかく作ったこの豆同じところにあった方がいいですよね。ですからここの引き出し、ここの引き出し、これ中長編みの引き出し、長編みの引き出しっていう風にして、したらどうかな。それはね、それぞれ皆さんのやりやすいように登録してください。では一度やってみます。この図等
尾の方ね、ズーと書いて、登山のと。これを左クリックします。そうするとへこみます。そうしましたら囲えますので、左クリックで宿舎の時と一緒、こうして囲って右左クリック。そうするとこれでもうピンクになりましたでしょ。でこれをちょっと図形登録したいんだよっていうふうにしたんですね。じゃあここに選択確定というのがあって、選択確定を左クリックします。そしてそうすると図形登録と出てきますね。で図形登録を左クリックします。そうすると今のもあります。これファイルが出てくるんですよ。これここのファイルを選ぶんです。このファイルの中に入れるんですね。でこれ名前、最初からファイル作っておいてもいいんですけども、でファイル名も変更すればいいんです。とりあえず やりますね。先ほどね、私ちょっとね失敗しちゃったんで、動画ここに空のファイルがあるんです。空、これ多分これも空だと思います、最初はね。で、これ選びました。そして新規、それで今の名前が、鎖編み。鎖編み。引き抜き編み。抜き編み。としてこれ OK するんですね。そうするともうこれで今ここの部分が図形登録されたんです。今のところの今の引き出しの大き出しに見ますね。でこれ今図形と見ますよ。図形と見まして、これ最後に開けたこのファイルがもうこれすぐ表示されるんです。でここにダーッと入っていくんですよ。これ今これなんですけどね。で、もし、あれしたら、これ、名前変更してもいいですよ、これ。あ、これ、名前変更は違うところでしないといけない。これ、ちょっと調べといてください。調べてください。またやりましょう、今度。で、もう一度戻りますね。これ、ペケしまして、もう、ペン図形登録。今度はこれ。で、選択確定、先ほどと一緒、図形登録。同じところに引きましたから、ここに新規、これが何だったっけ、細編みね、細編みと細編み2目3目で、これも、これ数字変だね。で、OK する。そしたらもうこれで、これも今登録されました。で、あとはここずっとこうね、これ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 って別、もう全部一つのバーで登録しておいてもいいですよね。この時ね、これ連れてったらどうです？これ。今書いたんだけど、これ全部にだからこれ複写しといて、でここに置く、こう全部にこの引き抜き編みを置いといてあげる。この全部連れてく引き抜き編みをこう全部この全部のページに、これ一つのページ全部のページに引き抜き編みを連れていく。そうするとね、使いやすいですよね。あ、細編みも連れてってもいいですよね。この細編みも一つだけこう連れてけば、一回こう図面登録図形出せばここに全部こう入ってるっていうか、それはもうそれぞれ皆さんのやり方でやってください。ここにもこう一つポンって細編み置いといてあげるとか、全部のところにどうせ使いやすいですよね。そうすると全部こう細編み一つずつ連れていく、ここにも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 連れていく、そしてここにも連れていく、ここにも連れていく、ここにも連れていく。ちょっとこれだってやりにくいかもしれない。選ぶときにね、引っかかるとちょっとやりにくいです。まあ、なんとかすれすれ大丈夫でした。
あと、さっきのところに忘れてたね、ここには。これは前に置いといた細編みですけど、ここにも置いときますか。ここにも置いときましょうか。まあ、そんな風でね、一つの引き出しの、小引き出しの中に、何が入ってると便利かな。まあ、いろいろ使っていくうちに分かると思うんですけど、それを決めて、それで、図形登録、そして、こう囲って選ぶ、選択掛け指定して図形登録をする、ここの新規を押してこう名前をつける。中長編みの1にしときますか。2列ありましたから1。それで OK を押す。そうすると今この図形入ってますね。もうこれ今の中長編みも、これ起点がね、ここにあるんです。これ全部一つの、このパソコン、CAD はこの図形全部のおを起点、一つの図形として起点がここにあります。でそれぞれね、もうね、この編み図の場合は呼び出して、そしてその紙の横丁に置いて、それをまあ、そこからこうコピーして使うっていう使い方するもんですから、起点どこでも平気ですよね。そうしましたら一度ね、やってみましょうかね。ここでちょっと作業してみましょうか。今これ紙にこうシートに書き出しましたっていうところでやってみますね。ここで図形を押すんですね。そうすると一番最後に開いた、この引き出しが出てきますから、ここから例えばこれ細編み左クリックします。そうするとここついてくれますけど、これカーソルに。そしてこの白紙のところにまずこれをちょんとポンと置く。そして、この左のツールバーから、まあ、これ線でも何でもいいですか、選んで、そしてこれ置いとく。そうするともうここで使えるんですね、これが。ですからここに置いてみますか。複写で細編み選ぶ、選択確定、そしてここに細編みをこう起点というかね、ここにね置きました。そして前回までやってますよね。また複写選んで、これを複写しなきゃいけないですよ。それで選択確定して起点変更、それがまあちょっとこれ今ファジーですけど、これ本当はグラフがないとダメなんですね。これですから右クリックできないんですよ。で、左クリックします。起点変更ここにしました。それでこれ、ほら、ここの起点のところに置きました。そして、連続連続連続。そうするともうここで細編みが123456、まあ、ちょっと違いますけどね。で、これができる。そしたら、例えばここに細編みの、細編みをまず一番下に並べて編みました。そしてその上に細編みを2目一度を編み入れますっていう時、例えば起点変更しなくていいよ、これね。ここで2目一度編み入れますっていうことしたい時、そしたらこれもちょっとファジーです。これ本当はグラフがないとダメなんですよ。しっかりしたグラフがないと。そしたら、もう一度複写、これを複写する。ちょっと変ですね。複写する。あれ、おかしい。慌ててやるから。複写する。選択確定、起点変更。まあ、次これが中心で、次はここに持ってきたいかな。そうすると一目増えちゃいますね。二目。あ、いいんだいいんだ。ここ二目一度やって、ここでいいですもんね。だから次のはこの辺かな。これファージーね。ファージーファージー。で、起点変更しましたら、ここにこう持ってくる。そして、連続。こういうふうにして、まあこれ出してきて、引き出しから、小引き出しから出してきて、こうしていよいよ作る画面で使うっていう
風にするんです。ちょっと戻りますね。で、先ほどの画面のところ、これ作ったところね。これどんだけやっててもこれ全部消せばいいんですから、あんまりこうね、この紙の上がいろいろ汚れてるの嫌って人はとりあえず消しとけばいいしという風です。ですから今ここまでやりましたから、ここから先ほどやったのと同じことをしていって、そしてこの今回作ったものを全部とにかく図形登録しておいてほしいんですよ。それをやっておいてください。そうしましたらその次の段階に行きます。平面の往復編みをやろうと思ってです。この作った、記号、編み記号を使ってで、編み図を作っていきたいと思います。ちなみにね、この図形登録っていうのは図形登録して、これ登録したものが引き出しには入りますけど、ここからはなくならないです。で、今度使う時も、この使う時はこの図形って先ほどやりましたよね。ここから持ってくる、これを持ってくるを左クリック2つして、2回クリックして、それでここに置くけども、この図形の中にはそのまま残ってるんですよ。なくならないんです。ここに一度登録したらここにちゃんとあるんですね。ですからあまりこう失敗しても心配しないで、間違えたらエスケープキーか戻るで戻って、まあ、冷静にゆっくりやればいいと思うんですね。ですからとにかく今回作りましたこの図形は全部登録しておいてください。今日は最後まで見ていただきましてありがとうございました。今日はこれで終わります。次はもういよいよ図面を作ってきます。図面じゃない、編み図を作っていきますね。